皆さん、中国共産党に支配される中華人民共和国中国は、国防動員法を2010年7月に施行し、中国国内の中国人のみならず、現在日本にいる大量の中国人が有事の際に中国軍に動員され、日本で破壊活動や軍事活動をする要因としました。中国共産党は、尖閣諸島と周辺の島は中国固有の領土と繰り返し叫び、中国共産党の公船海警は日本の領海を日常的に侵略侵犯を繰り返しています。中国人が日本の土地を、不動産を買い漁っています。日本の空港、自衛隊の施設、基地、駐屯地、原子力発電所など重要施設の近隣も買い漁っています。このような中国の人々を日本に大量に入国させては危険です。私たちの日本は、経済界のみならず菅政権までも、中国共産党が支配する中国依存から脱しようとしません。それどころか、コロナ後には真っ先に中国人観光客を受け入れ、日本経済を活性化させるというありさまです。このような中国共産党と共存できますか。このままでは、この先日本は中国に支配されてしまいます。皆さんはいかがお考えになりますか。